フリートークトーナーコーナー、これをじゃあ引くんですね。こちらに入っているこれトークテーマが入っているらしいので引いてみたいと思います。面白い話できない。ハリマとかハリマとかハリマとか、あ、いいね。はい、店長の好きなところ嫌いなところ。あ、いいですね。まずじゃあ好きなところから言おうかな。店長の好きなところは、あ、褒めてくれるところ。八六家メンバーのことをすごく褒めてくれるところ。褒めて伸ばすタイプなんだと思います。で、嫌いなところは、嫌いなところない。嫌いなところなんてないけど、嫌いなところはたまにアボの話を聞いてないところ。なんかさらっと絶対聞こえてるのに無視してくるところです。ちょっと話聞いてください。だって無視してくるじゃん。もう好きな人とデートするならどこに行きたい。はあ、これはですね、好きな人とデートするなら、あ、ディズニーランド行きたいな。あ、でもユニバーサルも行きたいな。行きたい。でもアボの好きな人は店長だから、店長を早くディズニーとユニバーサル連れてってくれないかな。怖だって、ひどくない？じゃんじゃらんじゃん。何？怖いんだけどこれ。じゃんじゃかじゃん。面白くてくだらない早口言葉。何面白くてっていらなくない？なんで面白いなんて、そんなさこと、こんなすごい準備されてる。どれにすればいいの？どれがいいかな。ここブラジル人のミラクル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 ダメだ。ブラジル人のミラクルクルブラジル人のミラクルビラビラクバリブラジル人のミラクル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 に行っちゃうな。ブラジル人のミラクルビラクロロビリ、ブラジル人のミラクルクビラカルビ、違う、なんだっけ、ミラクルクビラカルビ、違う、カルビって言っちゃう、待って、ブラジル人のミラクルクビクビ、違う、ブラジル人のミラクルクビブラジル人のミラクル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 ビ、違う、言えない、ブラジル人のミラクルビラクロバリ、あ、言えた、ほら言えた、あ、3回言わなきゃ、ブラジル人のミラクルクルクルビ、ちょっと待って、ブラジル人のミラクルビラ配り、ブラジル人のミラクルビラクロビブラジル人のミラクルビラクラビ無理です。ミラクルビラカルビ、あ、ミラクルビラ配りどうしよう、カルビ食べたのかもしれない。ミラクルビラカルビすごい美味しそうだけど、ミラカルビ、ミラクルビ待ってます。じゃん、好みの男性の服装。好みの男性の服装か、ラジオでも決めるチャラチャラしてるの苦手かもしれない。なんか近寄りがたいって感じちゃう。なんかインテリ系が好きだよ君の。なんかなんだろう、爽やか系、なんだろう、なんか誰が着てても似合うでしょみたいな。誰が着ててもそんな目立ちもしなく、ダサくもなくみたいなが好みです。はい、好きな人とデートするならどこへ行きたい。好きな人とデートか。デートって普通どこ行くんだろう。デート行きたくないな。なんだろう、でも行くんだったら富士急とか楽しそう。夏って言ったらお祭りとか、お祭りだったら夜だから焼けないし、人混み多いの嫌だな。ダメだもん、もうデート向いてないわ。どこも行かないね。まあデートするなら、じゃあ超暇だったら富士急、超暇だったら、えの時に立ち寄ってね。まあ、どうしよう、何もなくて